初開催のライズ・ボア、第1試合から火をつけたのは金沢のトム・クルーズ。フォークジムから株式会社トムロ代表取締役高見49歳。この男にとって年齢はただの数字に過ぎない。夢のリングで大爆発、行くぞ連続 KO。ボスジムから放送作家見延達弘47歳。こちらもボア連勝を目指し仕留める技を磨いてきた。前回は、判定勝ちだったので、今回は、カウンターで KO を取って勝ちたいです。頑張ります。作家かトム・クルーズか、ターゲットロックオン。高見 VS 見延達弘。それではただいまより本日の第6試合 67.5 キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー177センチ 66.5 キログラム、ボスジム所属47歳、放送作家見延達弘。赤コーナー172センチ 63.9 キログラム、フォークジム所属49歳、株式会社トムロー代表取締役高見。さあ日立選手、始まりますね。始まりました。第6試合トム・クルーズ VS 作家ということで、もうすごい戦いですね。いやすごい。高見選手も見延選手も前回のライズボアでお互い勝利してるんですよね。いやこれなんかちょっとこう、この階級のこうどんどんこう一番を決めるような感じの組み合わせじゃないですか。はい。いや楽しみですね。本当に楽しみです。どういったテクニシャンですもんね、お互い。そうですよね。高見選手がいく。あ、いいボール入ってるっすよ。この勢いってやっぱりいや本当にいいやつ、やっぱり。いやでも冷静に見ながらカウンター狙ってますね、やっぱり見延選手。見延選手もこの辺うまいですよね。おお当たってきてる。でも高見選手、顔振ってしっかりボディにもパンチ打ってるんで、上下散らするとやっぱり嫌っすね。あ、うわ、見延選手も当たってますよね。そうですよね。固まりたくないですね。おお、これはノーダウンだ。ちょっと崩れましたね、バランスが。いやでもお互いもね、いや立て直してきましたね。見延選手めちゃめちゃ盛り上げてますよ。見延選手やっぱ今みたいに蹴ったり長い今ジャブ使っていきたいですね。なるほど。ちょっと疲れたんじゃないですか。だんだん疲れてきました。いや気持ちが燃え尽きないですね。この高見選手49歳なんですよね。いや元気ですよ、本当すごい。体格がすごい。いやキレまだ全然ありますよ。高見選手の。見延選手はこれ距離取りたいですか。いや距離取りたいなと思ったんですけど、意外と前出てる時の方がいいパンチ出て今みたいな感じですね。で蹴りも忘れずに。おお、いい右入りましたよ。今のカウンター効いたんじゃないですか。これはちょっと入りましたよね。わかんないです、わかんないです。もう今ちょっとここで。見延選手行きたいですね。なるほど。高見選手もここで行きたいですよね。そうですね。あっという間の。いやすごい。いやお互い見せ場作ったんで。そうですよね。わかんないですよ、これまだ。これまだどっちが取ったかってわからないですよね。これはいやどうなんですかね。やっぱりアグレッシブさだったりポイントは高見選手の方があるんですけど。はい。本当に効いたダメージっていうと、もしかしたら見延選手の右のカウンターが一番やっぱ動き止まってるぐらい効いてたんで、一発明らかに入りましたよね。はい、そこはやっぱ審判の方がどう取るかはまだ分かんないですね。はい、やっぱ一番次が大事かなと思います。第2ラウンド。はい。あー、どうするのか。いやー味出てますね、お互いの。ただやっぱり高見選手のトム・クルーズって言ってるだけあって盛り上げますよね。もう心が燃えてますね。すごい。いやただ、見延選手冷静にカウンターになってるんで、どうなるかまだこの展開は分かんないですね。さすがこれ職業出てますよね。放送作家ってやっぱりね、間違いないですね。考えるのが得意ですね。いや目が離せないですね、第2ラウンドは。おー、この右の蹴ったらいいかもしれないですね、南選手は。やっぱ勢いありますね。高見選手はこういうふうに前に詰めていく。そうですね、高見選手ボディ打ちたいですね、やっぱり最初打ったみたいに。なるほど、そうそうそう、今のボディですね。いいですね、左フック、上下散らせるとやっぱり当てやすいんで、ちょっと嫌がってるんじゃないですか。南選手の右膝入りましたよね。わーっと、ここから本当は、あー、ミノベ選手見てましたね。ここでミノベ選手、おー、右のパンチ。いや、ここはもう一旦分がしたと思いますね。あと後半一分は。ここですよね。はい、その2ラウンド目は。あー、出ますね。ミノベ選手の右が入りましたよね。やっぱカウンターがすごいうまいですね、ミノベ選手。なるほど。だんだんミノベ選手のパンチが当たってきましたね。おー、右のパンチやばい。ここをちょっと耐えたいです。高見選手、効いたか。いや、気も強いですね。ここでいけるの強いですね。高見選手は本当に取れましたけども、本当に手数やめないですね。効かないですね。効いた後にいけるってなかなかない、すごいことなんで。やっぱり効いた後に来られると嫌な。いや、もう錯覚しちゃうんです、相手からすると。あれ、効いてないなってしまって、あー、膝。うわ、お互い頑張ってきて、お互いの攻撃が当たる。これどうだった。高見選手の前に行く。お互い行きたいですね。高見選手の右。いや、久選手、これあっという間の2ラウンドでしたけど。いやー、ちょっとこれは立ちましたね。いや、これどう、いや、ジャッジも難しいですよね。いや、本当わかんないです。最初の勢いは本当に高見選手がね、そうですね、ありましたよね。やっぱ手数だったりは高見選手のあったんですけど、いや、ダメージとかこう細かいところですよね。後半やっぱりちょっと疲れて、ミノベ選手、それでは集計結果をお知らせいたします。押してた部分もあったんで、ジャッジ佐藤20対19、青ミノベ。お、ミノベ選手。ジャッジ加賀さん20対19、青ミノベ。ジャッジアキラ20対19、ダメージを取ったってことですね。以上3対0の判定を達成。ただ高見選手を盛り上げてくれましたよね。いや、もう面白かったですね。さすがトム・クルーズです。いや、この第1回勝者組のハイレベルな戦いで勝利するってなかなかない、すごい戦いでしたね、やっぱり。いや、またこれ本当にプロでもこういう試合あると盛り上がりますよね。いや、盛り上がりますね。いや、やっぱこの階級熱いんで、また新たに参戦組もいますし、そうですよね、リベンジ組も多分、リベンジ組もやっぱり燃えてると思うんで、激戦区になるんじゃないですかね。いや、これまた高見選手もね、また変えてきてほしいですよね。そうですね。いや、絶対リベンジしに来ると思います。楽しみです。さあ、ミノベ選手のマイク聞いてみたいと思います。どうも今日は、まずは対戦していただいた高谷選手、ありがとうございました。それから、こんな時期にですね、わざわざ会場に足を運んでくれた、応援団の皆さん、それからずっとですね、毎日、練習に付き合っていただいた春子白選手、あとボスジムの皆さん、ありがとうございました。これをですね、この大会にエントリーするときに、エントリーした後にですね、実はコロナにかかってですね、息がですね、前回よりなかなか持たなくて不安だったんですけど、コロナに負けるなってことで、あ、ごめんなさい、面白いこと言えなくて、とにかくですね、コロナに負けず皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。あ、ライズ頑張れということで、ありがとうございました。ありがとうございます。マイクと選手、やっぱり試合もそうでしたけども、マイクもいいですね。お上品な感じですね。人柄が出てますね。そうですよね。いやー、すごいうまかったですね。47歳、まだまだね、コロナにかかってしまったみたいですけども、いやいや、すごいですね、しっかり体力見せてくださいましたよ。じゃあまだこれから次は本調子な、そうですね、ミラブ選手見れるかもしれないですね。次回大会もぜひ出てきていただきたいと思います。